この子は羨ましい。大体お父さん死んで、そうだね、孤児が多いよね。そうですね、世紀末やね。毎日遊ぶ、野球するかい。そうね、野球するかい。キャッチボール的なもの。いや違います、あ、あれ、はい、あれ、あれか、打ち返す打ち返すだけの力があれば。毎日遊ぶんだ、ミナト。かくれんぼか。おう、おう、見つけろって。オッケー、いいだろう。検問所の方にいいとこ見つけたんだよな、と言っちゃうところだった。検問所ね。なんかあれかな、何回か見つけないかわかった。うるさいですね。検問所。どこだった検問所って。入り口ですよね。あ、もうこのピンクのやつだ。ピンクはアジトです。あ、そっかそっか。え、どこにいる？ふざけんなよ。隠れやすそうなんですかね。うん。どこだろう。上にあいつが行ってたらびっくりする。そうだね。ここも行き過ぎですよね。だよね。検問、検問所は検問はもう入り口ですよね。検問所前、外まで行っちゃうか。検問所自体がこれなんですよね。そういうことよね。ちょっと行ってみっか。また違うサイドミッション。あれ？おい、ババア。ありがてつ。お下の条件勘弁してやるよ。ちゃくちゃやな、こいつら。ねってんなら買えないそうの出しな。いいえ。なんか、めっちゃ高そうな。ここが高そう。あれ持ってるやつ連れてこいや。ナイトクラブでパッとしてんだよ。いいえ。おじゃの価値のお金。お、なんか強い強気だ。うん。助けてあげる。ババの知り合いか。え？みすぼらしいばあさん。うん。すごいな。清掃か。巻いてるか。掃除術。北斗、百裂拳。イベントで。え？割れちゃう？あ、やっちゃった。ケンシロウ。あ、こんなことも。あ。ヒア。ふう。大丈夫かじゃねえ。ただ命があったんだけどもいいんじゃないの。ねえ、おい、あら、え、濡れ衣だよ。うん、ケンシロウさん。よく見たら、よく見んでもケンシロウだよ、このハタバットは。それは、の、何？
ュレブの作品では。デュレブを知っておる。何デュレブ。芸術家なんだ。もう数十億。うわ。まあ、投資の値段ですから。ああ。まあ、お金は紙くずですね。まあね。これが数十イディアルなら問題ですけど。そうだね。数十億イディアル。そうか。はい。うん。生涯へぇ、自殺したのかデュレブおぉ、うん、あららかわいそうにやっちゃった。1億1億イディアルで購入したいという申し出が定期的に来ている。一応問題でしたね。ねえ、問題やったね。大問題あ、そっか、ここはある程度裕福な人かな、うん、え、あと後続じゃないか。嘘だ。え、はい、マジっすか。練習、うん、無理でしょ、1億なんてそりゃそうでしょ、助けた上に1億イデアル発生したら。いや、そういう詐欺かもしれんすからね。そうだよね。うん、つぼの価値が分かる人間として。めんどくせえやつが来たな、うん、分かったって、うん、え、嘘そんな安請け合いしてしまったら、うん、え、受け入れよったの。完済するんじゃって、なんか借金みたいな感じで。なんか知らんけど借金をですね。壊されたな。あのばあちゃんがもっと離れてればよかっただけだね。そうだね。1億。ジャグレン、そうだね。だ、借金だな。1億って。ナイトクラブか。うん。あ、そうか。なんか。新しいね。あ、お、天皇スト、あるじゃん。達人の方、え、旗当て？あ、でも、あ、でもレイのやつの方がいいのかな。どっちがいいんだろう。レアードはレイの方が上ですよね。あ、そうなんだ。あ、本当だ。ちょっとずつ差があるね。ズボンが欲しかったな。あ、そうね、結構なんか、あ、そう、能力が、うん、たまたまが余ってるな。本当だ。お、この攻撃、強化3、これで飛行がつきやすくなる、うん、火炎放射器カウンターこれ、ね、爽快飛行攻撃中に攻撃者的に、おー、これいいじゃん、うん、これからの、うん、これ、うん、足りない、うん、ああそうなんだ、あらあらあら、くそ、ちょっと HP 増やしたいな、うん、そうだね、30、え、こっちでしょ30%、うん、お、登り師伝承者が、うん、これはバーストジダメージを 10% カット、うんうんうん、攻める、あ、お、うお、すげえ、ここはなんか5分だもんね、あ、うん、いまいちまだ5分がね、そうですね、うん、5分、そうですね、効果短すぎですよね、うん、これは無敵時間は延長、おぉ、これこれ開けとこうか、奥義チャンスでなくても発動可能、うん、あ、そうなんだ、奥義のダメージプラス3、でも奥義大体入ったら死んでるもんね、そうなんですよね、うん、そういうことじゃないんですよね、うん、バーストがだから溜まりやすくなりたいな、うん、そういったものに関しては
金を払いたい。ファーストの時間だもんな、これ。お、オーバーキル率 100% ごとに規制ゲージが充填される。これ持ってるっす、持ってるっすね。あ、そっか。その奥は？あ、ガードすることによってね。ほうほう、これめっちゃ遠いっすわ、これでも。遠いね。フィニッシュ攻撃後も心身をコントロールし続けるので、うん、短時間ひるまない状態での引き付ける。ひるまない、いいじゃん。ひるまないですね。通常に攻撃より 10% 通常。あ、これいいじゃん。あ、ほんとだね。こういうの、こういうの、うん、こういうの、こういうの。OK。 うん、飛びやすくなる。こっちは前後左右それぞれの回避から攻撃を繰り出す。うーん、ディフェンスコーチャンスしやすくなる。うん、こっからのやつがめっちゃ遠いんだな。うん、これちょっと OK、 行こう。はい、隠れんぼボーイか。うん、隠れんぼーイ、隠れんぼーイ。どこだろう、もうちょっと外に出たのかな。なんかあれ揉めてますよね。うん、本当だね、なんか揉めてる。あ、でも何もない。話しかける感じではない。こいつに話しかけよう。ん、あら、お腹すいたの。深い傷を打ちまってる。俺はもう長くない。うん、なんだい。ちょ、サイドミッションが次から次へ並行していく。ほんとだね。頼む。何が欲しいの。恋人を探してほしい。うん、唯一愛した女性。うん、見つからないまま。うん、あ、あ、検証と同じじゃないですか。あ、そうだね。ヒントが欲しい、彼女。アルマ。アルマ。名前はアルマだ。うん、そんだけ？あ、草はまず聞いてみよう。草は聞いてみよう。この辺かな。なんか隠れてそう。隠れてそう。ね、ボーイがね。これは？ちょっと下手に話しかけると。あ、また、あ、そう、これもそう。これ、そうだね。商人か。うん。あー。何持ってる？あ、でもそんなに、うん、丈夫なブーツ、うん、いいボトムスが欲しかったな。またな、いないな、いないですね。うん、いい格好だった。そんなマジに隠れる。本当っすね。マジやな。うん、トラックのトラックの隙間もいないよ。うん、トラックの中ねえ、ワンちゃん。カメラの難しい。ないな、ない。蹴る場所もないもんな、そんな。いいじゃん、いいな。え、ないな。検問所の近く、ちょっとではないかな。外ではないかな。もうこんな時間か。外に出ちゃったら。なあ、サブミッション。で、隠れんぼ。検問の近くに隠れてるらしい。近く。近くって言ったらこの辺も近くですね。あ、行ってみよう。うん、あ、あ、上だ。やっぱ上ない。もう登れやっぱ、じゃああそこをどいてもらって。うん、そういうことか。なんで。ここも楽しみ上げてきましたよ。同じだよって言われて。なんで、そんだけのこと。さすがにね。ん？何？主観視点モード。R3。押し込みで。R3？ 右側。おう。うん。おう。あ、それで見ろと。探せと。あ、なるほど。上の方かもしれないし、下の方かもしれない。うん、
間モードでしか見れんってことじゃん。そういうことかもね。あ、いた。あ、いたじゃん。主観モードで 見るとあれだ。あ、朝話しかけれる。あ、なるほど。話す。丸丸だ。あ、オッケー。見つけたぞ。うん。すごいドキドキしたよ。おー、よかったね。缶詰。うん。え、結構ええとこの子ですね。そうだね。かくれんぼをしただけでこんな缶詰くれるなんて、うん、お母さんでも身怒りして働いとるって言ったけど。ははは、これはこれで終わりなのかな。うん、そうですね。なんか音楽になった？なりましたよ。チャーンチャラチャンチャンチャチャーン。そっか、かくれんぼ2やる。かくれんぼ 2やる。あ、やっぱりあるのか。いや、あ、まだマジであるのかな、これ。あるっぽいよね。あるやん。おたびかくれんぼ OK。 この子からでもなんか、うん、なんかアイテムもらうと、なんか気が引ける。申し訳ない気持ちだ。素直に喜べないが、ね、遊んだ代わり何かもらっとるわけやもんね。煙突街の南通り、うん、煙突街宿命ポイントくれるだけでいいんだけどな、うん、煙突街ここだの南、うん、あれかな、主観モードでやるってやつかな。うん、あ、なんか敵がいる。うわ、やめて。おっ、敵エンカウント。さあ来い、わしが相手。わしが相手。すげえ、すぐに。よいしょ。北斗残骸剣。三秒後、貴様は死ぬ。うわ、あ、あいつなんか、いや、あっ、北斗、決死そう。すまん。よいしょ。百裂剣。お前はもう死んだ。あっ、はよ。お、そうです。まるで飛行すぎてタイミングよくジャスト飛行。うん。こうなるんですよ。あ、ちっこいやつでね。うん。あ、断末まで効果があるんだ。へえ。うん、出撃ゲージは攻める回復する。武器として使える。え？武器として使える。武器も持てるのかな。そういうことだね。あ、なるほど。またなんかいるよ、困ってる人が。うわ、あら、あれ。お前はまた今度や。煙突街の南やから。こんな近く？うん。話せる人おるかな。さっきのやつもしかしてヒント？違うか。ヒントかな。出ちゃうかも、ね、また新しいサイドミッションが、ね、クソがって言って。あー、違うっぽいな。ジャンク屋のジャンク屋あたりで防御に接する。あー、なるほど。うん、そういうことや。何か本当ですね。それじゃあまた明日ね。もう、あれかな、隠れてる。あ、こいつ喋りかけれる。うん、ほう、ん、そうか、関係ねえ。そうか、あ、こっからなんか行けよ。あ、ほんとだ。あ、行けない。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 見えないから。そう、今こっちバザール、うん、バザールでござるよね、これね。そうだね。へぇ、南でしたもんね。ここ、上にいるのかな。
乗せ込んでた。ね。あ、なんか関係ないか。関係ない。南とどっちなんだ。あ、でも N が俺。もうカジノ前でですね。そうだよね。うわ、ダメだ。南通りのあたりに隠れてるらしい。南通り。通りだね。煙突街と、あ、こっちか。あ、こっちじゃん。ええ。一発だ。明日からまた頑張ろうな。そこのお前。あ、そう。俺が来たからには覚悟しとけ。無駄なあがきはやめる。僕と骸骨剣。かなわないな。めっちゃ爽やかね。スパボイス。許せねえ。無駄なあがきはやめろ。僕と骸骨剣。なんで？お、おだーい。あ、いた。いた？え？あ、本当や。あ、早っ。一瞬だった。お疲れ。あ。さあ、何くれるんかな。気が引ける。お、二世の印象です。あー、なんか強化に必要なやつですね。うん。死んじゃった。ちょっとだけお父さんみたいな。へー。喜んでくれとる。もうないかな。ね、三ぐらいまでありそうな感じかな。見つけるだけなんでちょろいですもんね。ね。ね、ポイントも。15ぐらいまであっても全然。戦わずしてなんか強くなっていくみたいな。うん、非常に効率がいいね。え、あれ、港。あれ港、お母さんじゃない？え、あ。いや、どこなの？ついさっきまで忘れてた。え？かくれんぼじゃなくなったな。うん。いいとこでよく聞いてみます。いいえ。2回遊んだだけだよ。うん。知らないな。はい。もう久方ちょっと喧嘩しまして。はあ、どこに行ったんだろう。あ、新しい隠れ場所を見つけたのに立ち上げました。どこだ。壊れた階段の近くと言っていい気がします。漠然とそうだ。最後だけ難しいな。君は強くなる。俺を強くしてくれ。なんだろう、壊れた階段って。俺でもなんか壊されとる場所があるのかな。ここら辺行ってみますか。うん。
ちょっと若干上を見ながら、うん、そうだね、壊れた階段探す大人の階段よ、どういうことじゃ、うん、片当て職人、片当て、うん、片当てはいいんだよ、充実してるからズボン職人かもしれない。そうですね、ショルダーキラーってやつが片当てしてるすげえダセー名前、めちゃくちゃ必要、うん、あーそういうこと、逆に襲われるんじゃない、だから検証、そういうこと、はぁ困ったのう、じいさんまた今度な、うん、順番ってもんだよ、階段階段だからね、はしごじゃなくて階段だもん、うん、